佐竹正明。世紀末覇王復権なるか。佐竹正明。 103kg、K-1グランプリ97.9kg、K-1グランプリ96準優勝、マイク・ベルナルド。アーツを倒し、K-1戦国時代を演出する男、マイク・ベルナルド。石井さん、この両者どちらに聞きましても、第1ラウンド、ゴングの鳴ったその後、その瞬間が大事だと。 いうふうに語ってくれたんですね。そうですね、先に一発入れた方が、その試合の流れを作ってくれますね。早くも火花が散っております。横浜アリーナリング上、マイク・ベルナルドか、この佐竹正明、完全復活なるんでしょうか。注目のゴング。さあ今開始、まずはグローブをトーンと合わせました。まずインド、佐竹、さっき切りましたね。佐竹のインド、このインドで マイク・ベルナルド、左のストレート、そして右のアウトロー、インドを今度は左、佐竹も返していく、長嶋さん、このやはりマイク・ベルナルドの剛腕というのは佐竹にも止められないですかね、これはスリップ、これはスリップ、佐竹選手ね、本当作戦通り、今言ってると思うんですけども、先にも本当にベルナルド選手のパンチが入っちゃって、もう本当に一発決まったら、これもスリップです。 何かデビュー当時のマイクの突進を思い起こさせますね。でも僕今佐竹選手今パッと何秒かしか見てないんですけども、この間のアンディ選手の時の戦いとは全然違うと思うし、向かっていってますね。あの時は復活の本能ステップに過ぎないんだというふうにね言っておりました。佐竹、この強烈、それですよね、これが効くか、マイク選手のね、パンチが先かっていうことです。先にこれ入れないとマイク出てきます。右ストレート、 右ストレート、右ナンパー、サイドニック、クラーク打った、これは避けました、カロンステを受けました、佐竹、右ナンパー、しかし右ナンパー、佐竹ダウン、早くもマイク・ベルナルド、ダウンポーズ、カウントライン、カウントライン、立ち上がった佐竹、頑張ってほしい佐竹君、左のロー、右ロック、マイク・ベルナルド、さあ、3つのノックアウトで、ノックダウンで、ノックアウトになります、左の緑、時間の方はまだ45秒。 残り45秒あります。第1ラウンド、早くも2度のダウンを奪ったマイク・ベルナルド、右ストレート、左の返し、マイク・ベルナルド、ダウンではない、ダウンではない、スリップ、スリップ、おっと、どうしたんでしょうか、試合の方が一旦止まります。 今の3回目のダウン、いや、まだ時間の方は、そうですね、残り20秒まだありました、やはりセコンド、そしてこの会場のスタッフの方もかなり困惑しております。第1ラウンド、今のはダウンではありません、ダウンではません、スリップ。いや、長坂さん、でも佐竹君ね、ダウン取られたとはいえ、ものすごくいい戦いしてるように見えるんですよね。 うん、この間の本当にアンディ選手、流れをやっぱし止めてほしくないですね。ノーダウンですね、やはりノーダウン、スリップということで、残り20秒から再開です。第1ラウンド、早くも波乱の幕開けということになりました、すでに2度のダウンを奪っているマイク・ベルナルド、今の右が効けば、右のロー、キック、佐竹、さあ、マイク・ベルナルドが一気に決めてしまうのか、第1ラウンド。 ここで終了です。
このラウンド佐竹正明2度のダウンを喫しました。なんでさあ佐竹第1ラウンド注意はしていたんですが、やはりマイク・ベルナルドのパンチを浴びましたね。えやっぱりもうこれ一発当たるとこの右ですね。そしてまだ立っているんですがなおも追っていく、これが1度目のダウンシーン、左ノック。そしてこれが2度目のダウン、ガードを固めているんですがパンチを出し際入ってますもんね。右のアッパー、腰から崩れ落ちました。もうやはりもう K-1 の中でナンバーワンのハードパンチャーですね、はい、マイク・ベルナルド選手間違いないですよ。佐竹としてみますとこのベルナルドまだやはりキックで攻めていくしかないですかね。そうですね、キックに対するブロックが良くなったとはいえまだそこに隙がある、そこをついていきたい佐竹正明です。2ラウンド、マイク・ベルナルドの剛腕爆発か、それとも佐竹逆転なるか。第2ラウンド、そして右のミドルキック、左のローキック、佐竹。長坂さん、はい、森さんどうぞ。赤コーナーです、はい、お前の拳でもう決めてこい、そういった指示が出てます。なるほど、マイク・ベルナルドサイドは森翔一郎アナウンサーですが、やはりこのラウンドもうゴーサインが出ております。左のキック、右のローを合わせます佐竹。長坂さん、はい、佐竹コーナーですけれども、はい、ジャブをやっぱり1ラウンド打ちすぎたと、とにかくローでいけ、ローでいけと。マイク・ベルナルド、コーナーに追い詰めた、右のアッパー、しかし、まだ後ろの足に、後ろの足に、そして、最後の足、ローいけ、左のキック、佐竹も出る、左のキック、佐竹正明もいきます、このまま終わるような落ちじゃない、佐竹正明、世紀末覇王、この世紀末で現れた覇王が、マイク・ベルナルドに真っ向勝負。いやいい試合だ。石井さん、佐竹も行きます。すごい試合ですね、素晴らしい。左のジャブ、右のアッパー、マイク・ベルナルドです。第1ラウンドちょっとジャブを出しすぎたというところですが、第2ラウンドこのキックでチャンスを呼び込みたい佐竹正明。右のキック、マイク・ベルナルド、横浜アリーナ満員の観衆は総立ちです。マイク・ベルナルドが佐竹正明を完全に沈めました。石井さん、はい、第1ラウンドからこの第2ラウンド開始、佐竹は本当にいいところがあったんですが、いやもう最後の試合でしたね。ああそしてマイク・ベルナルド、何かアーネスト放送の株を奪うようなそういったダンスを披露いたしました。第2ラウンド1分24秒ノックアウト、マイク・ベルナルド佐竹正明を沈めました。さあそのノックアウトシーンですが、ここですよね、この後。あ、まずは佐竹の攻撃ですね。まずは佐竹のいいところ、ここまでできるんです、ここまで復活しました佐竹正明。この攻撃は本当に見事ですね。さあしかしその後右のローに合わせた右のフック、後頭部をマットに叩きつけられました。マイク・ベルナルド、今年はこの97年開幕戦を勝利で飾りまして、ベルナルド時代をまさに呼び込もうという